さあ佐藤の皆さん、シュート30年の歴史で初めて女子の世界チャンピオンを決める戦い、はい、いよいよ、はい、感慨深いですね。シュートで戦った女子の選手、かつてキラ星のごとくいるわけですけれども、王座の制定が今回初めてということになります。さあ現役チャンピオンの佐藤選手、どう見ていきますか、はい、この2人まず。そうですね梅原選手、僕は初めて見るんで、はい、結構注目、ね、されている選手だと思うんで、どんな戦い方するのか楽しみですね。まあ梅原選手は、まあ、打撃系、空手、そして柔道できます。さあここは積極的に行きます、行きます、一気に来る、リーチでは梅原の方が、いや身長はほぼ同じくらいですかね、失礼しました。打撃いいですね。イエジも前回の負けが相当悔しかったみたいで、お柔道出ましたね。ナイステイクダウン。さあここからどう作れるか、柔道強いんですよ。ここから一気に攻めるか。いやでもいい選手の打撃のキレ半端じゃないですね。そうなんですよね。もともとは道着を着ている総合格闘技術、武術という、韓国の競技の出身選手です。総合に転向してからもう志那志聡子がデビュー戦、渡辺久恵と戦って、キュアもキュアもいい、キュアも面白い。そして一昨年17年には志那志聡子にリベンジ勝利もしています。このところは4連敗ですが、本人の言葉にある通りもう負けられない、そんな思いが出ています。いや構えがすごくいいですね、安定して引きも早いし、パンチのフェイントから入り、今回はうまさが見えますね。いや気持ちも入ってますよね。さてシュート女子初代スーパーアトム級王座決定トーナメント、今日は2ラウンド、そして延長1ラウンドというふうに設定されています。2ラウンドで決着がつかない場合、延長の2ラウンド、1ラウンドがあります。上からパウンド、いや結構澤田選手うまいですよね、打ち方が、ね、うまいですね。パウンドも威力ありますよ。さあバックをキープ、まもなく第1ラウンド折り返し、2分30秒というところです。このコントロールもうまいと思います。うまく腰の位置とかお尻の上に乗っかって、はい、立たせないようにしてるっていう。ちょうど皆さん、まあ、体格サイズがほぼ同じ選手で、そうですね、でもそういい選手、あんまりここから関節取りに行く動きをしちゃうとちょっと返されちゃうと思うので、こういう感じの、はい、あんまりこうつかず離れずのパウンド打ちやすいところ、うん、そこで削った方がいいと思います。ミドル、あいいですね、こういう戦い方した方がいいですね。まあ、梅原匠の方も全道会初段空手の腕前があります。ちょっと打撃に関してはちょっと差があると思いますよ。なるほど、ミドルは掴んでテイクダウン、イエジが躍動しています。あとはルミナさんのおっしゃる通り、どうこのパウンドを入れていく位置ですよね、はい、あんまりつきすぎちゃうとやっぱ梅原選手のグラウンドコントロールの方が多分強いと思うんで、はい、返されちゃうと思うんですよ。さあ後ろにはついていますが、いいエージ。うわ、キワ。素晴らしいですね。見せます。うわ、すごいローキック。これで引きが早いから掴めないんですよ。なるほど。さあ残り1分。今のもね、追いすぎないじゃないですか。いいですね。目原の膝が赤くなってますかね。ちょっと擦ったかもしれませんね、キャンバスね。そうですね。さあもう一度テイクダウンに成功しています、いいエージ。ちょっと飲まれてますね、目原選手。まあ、いいエージのこの戦いを振り返ると、まあ、この日本でシュートのデビュー戦が黒部美奈でしたから30秒残り30秒。すごいのでいきなり当たっちゃいましたもんね。もう志那志聡子、渡辺久恵、そして前澤友という
あたりと戦ってるわけです。そうそうたるメンツと。ただ勝ち星からは遠ざかっています。うん、そんな思いが。うわ。肘もあります。さあ来た。さあ動かないと残り10秒切っています。肘が来る。どんどん肘が来ます。さあ防戦一方の梅原ここで1ラウンド終わった。第1ラウンド終了です。いやーで皆さん、はい、前回の戦いとは全く違う。別人ですね。あの前回黒部での戦いであのフロントスリーパーでかなりいいとこ取ってたんですかね。はいはい、やっぱ黒部さんの強さが際立ったっていうのがあったんで、うん、いやでもこれ進化してますね。そうですよね。いや打撃のキレとこの思い切りすごいですね。これはびっくりしました。あと回転力が おっしゃるようにあまり来すぎると梅原にこう寝技でやられちゃうっていう、だ総合の打撃ができてますね。さあ梅原ミドル返すんですが手繰っていきます。このあたりも佐藤選手、はい、うまく反応できてますよね。そうですね。あとはまあスタミナがどうなのかっていうのが気になりますね、うん、そうですね。1ラウンドかなり来ました。レギュレーションでは2ラウンドです。試合としての認定は2ラウンドまでです。ラウンド2ラスリー。さあ第2ラウンドに入ります。ここからの5分で決着をつけることができるか。さあ平さん、梅原とすれば2ラウンド取らなきゃいけない、はい、そうですね。総合でこんな打撃の強い女子見たの初めてです。これいないいないよね。なかなか。そうですね、まあ、海外ではいますけども、うん、日本でなかなか見ないですね。これだけ体幹が決まった状態で連打できるっていうのはね、あの構えが安定してるんですよね。ブレないんですよ。どうもう一度いく。下がります、上がります。さあここです。梅原が何とかできるか。今これチャンスですね。梅原選手ここをなんとかチャンス逃さずテイクダウンしてトップ、きっちり足払いとかで。あこれちょっと危ない。バック取られちゃう。柔道じゃないんで道着で引ききれないんですよ、はい、柔道家とかで癖でねやっちゃうんですよね。ついこう担ぐというかなんかこう、そう一本強い風にしちゃうとバック取られちゃうんですね。総合だとさあバックマウントを取っていこうといういいエジ殴ります。相手の手を向こう側ですが、サータ選手どうですか。このバックからのパウンドもかなりいいところ打ってますよね。そうですね。状態をこう知って打つと強力なのが打てると思うので、何を狙ってきますね。さあ足を入れてきました。回った方がいい、回った方がいい、回る回る。相手足を取るの、苦しい戦いを選手は伸ばされないようにしたいですね。伸ばされてる力入ってくなっちゃうんで、はい、補給してくれる。ここは死守したいですね。腕引くよ、引かない引かない、大丈夫大丈夫。お尻を上げるようにすると相手が前に落ちてくるんで、はい、決めづらくなる。そう、いい。取れず、根性見せろ。落とし落とし、大丈夫大丈夫。残り3本切ってます。かかと取って相手の足、そう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 。落ちる落ちる落ちる。足一個取ってこない、相手の足。これはさ結構前落ちました。聞こえてるか、聞こえてるか、戻るか。どっちか取るね。あのバランスすごくいいですね。上に上げるんだよ。戻します。強烈です。結構な音してますね。そうですね。女子のパウンドの音じゃないですよね。はい、さあグラバガソースイキタさんが見つめますが、ここまではちょっと梅原苦しい戦いが続いています。かかと取って、かかと取って、それダメ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 。この回る回る回る、削ります削ります。うわーっと脇下、この脇の間から打つの、ダメージ、ダメージが心配ですね。これはちょっと肘だ、動きが止まってますからね。残り2分。あ、連打連打連打。レフリー見る、レフリー見ます。もう一度肘だ、脇下から。いやこれ打たれ続けている、打たれ続けてます、打たれ続けてます。まあ止めてもいいのか。さあ出ていってるよ、コペ。やるしかない、やるしかない、動くしかない。動けてないんで、ついてついて止まってます。ストップです。ここでレフリーがようやくストップ。いや強い、イージー
びっくりしました。これだけ、まあ、7月から、はい、時間はありました。どれだけの思いでこのトーナメントに向けて作ってきたかっていうことなんでしょうかね、皆さんね。いやもうなんかその気迫がもう画面からも伝わってきましたね、やっぱり。いやイエジは2017年3月しなし里子戦以来の勝利ということですから、まあ、4連敗からの2年ぶりの勝利。澤田選手、この、はい、まあ、エルボーもそうですし脇下からのパンチもですし、はい、全てもう的確に。そうですね、うまかったですね。上手に打ち分けていったと思います。これはもうレフリー菊田早苗さんの前でレフリーストップとなりました。さあ見事これで準決勝進出2人目。すごいなこれは。いや杉本さんもすごかったけど楽しみですね、トーナメントが。このトーナメントすごいです。準決勝の組み合わせは改めて行われるというふうに現在は伝わっているんですが、イエジ選手より準決勝に向けたコメントを一言いただきたいと思います。さあ杉本めぐみに続いてイエジが2人目の準決勝進出です。제가계속연속으로연패를하고있었는데오늘슈토토너마토이자리에서다시1승을따내게되어서정말기쁩니다응원해주신모든여러분께감사인사드립니다감사합니다このトーナメントで一勝勝ちました。ありがとうございます。本当嬉しいです。ありがとうございました。見事なノックアウト勝利、イエジ選手に今一度大きな拍手をお願いします。まあ、連敗から脱出し、そしてこの重要なシュートの初めての女子のチャンピオンを決めるトーナメントで1回戦を KO で勝ち上がりました韓国、イエジ。